おや、あなた方はもしかして警備隊の？早速来ていただけるとはありがたい。すぐに村の者を集めます。警備隊の小隊長代理、ノアです。この辺りで賊が出没してると聞いてきたんだけど。ありがたい。グリム枠のお嬢様に感謝せんと。ああ、ここや近くの村を襲ってる奴がいるんだ。資料罠を壊されたりもしてる。買い出しに出たのが襲われたりもしたんだ。野菜畑を荒らしてた奴がいる。他の村でも行商人が襲われたらしい。それでどんな連中なんだ？変な3人組だった。ヒゲ面の偉そうな奴。俺が見たのはフードをかぶった怪しげなやつだった。おお、なんかピンクの裾が長い服を着てたって聞いた。3人組でヒゲ面でピンクのフード、どんなやつだ？そいつらの根城か何か分かればいいんだが。西の方へ引き上げていったって話があるが、そっちには何もないはずだし。西か、もしかして何かあるのか？昔ここから南西に行ったところに古い坑道か何かの出口が見つかったことがあった。子供が迷い込んだのでそれは塞がれたんだが、誰かがそれを見つけたのかもしれん。行ってみる？他に手がかりとかは。調べてみる価値はあるかもな。無駄に終わったら？その場所は問題なかったって分かるのは価値がある。そう思わないか？それでその行動の場所は？うむ、塞いだ時に目立たない目印を作っておいた。それを教えよう。ありがとう。それじゃあ早速行ってみよう。お願いします、警備隊の皆さん。ここが村長が言ってた場所か。何でも目印があるって聞いたが。あら、あちらは。やりましたね、こげん将軍。今日はついてる、ラッキー。鶏料理だ、飲めがいいかな。俺様の天運のおかげだな。さすがです、こげん将軍。俺は一生こげん将軍についていきます。ギャッハッハッハッ。獲物がかかった罠を見つけただけ。さあ我が城に凱旋だ。
あれ？怪しい奴らだけど。あ、入っていっちゃうよ。とにかく後を追ってみようよ。光？出口か。一体どこに繋がっているの？行ってみよう。ここは…なになにこれ？こりゃ廃墟、元は砦だったか。なんだ貴様らは。ここが高原将軍様の城だと知って入ってきたのか。誰だ？誰だと？お前こそ誰だ？そうだ、そっちこそどこの誰だ？警備隊のノアだ。警備隊だと？これはまずい。何が警備隊だ？高原将軍はこれから一旗を挙げてこの辺り一帯を治めるようになるんだぞ。あ、いや、ユーテッド君、この賊どもが。高原将軍と我ら高原軍が相手をするぞ。とりあえず詳しく話を聞く必要はありそうだ。一緒に来てもらうぞ。何が警備隊だ。そんなもん怖くないぞ。相手をしてやる。勝てるかな。うわ、くれ。おら、覚悟しやがれ三下。警備隊だかなんだか知らんが、俺様の鉄球で吹っ飛ばしてやる。高原将軍とザビーさんには指一本触れさせやしない。手助けを。えっ、よし、ほら、まだ救急車だ。好きだらけだ。てい、行くよ、ノア君。了解。一撃パーチ。おら、マジカル救急車だ。うれ、テイ。
行くぞ。ガードだ。気合いだ。手助け回復しよう。ありがとうな。やった。そこで、おら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 、てい。なんだか戦いにくい。手助け回復しよう。助かった。行くよ、ナーク。了解。一撃パンチ。マジカルキューティーシャット。やってやるぜ。まだ行くぜ。ガードだ。気合いだ。連携が取れてる。どいつから倒すのがいいのか。行くよ、ノーク。了解。秘密兵器だ。覚悟しろよ。痛いぞ。ちょっと何あれ。クレーン。何を企んでやがる。
行くよ、ノー君。よかが任せなさい。いいよ。マジカルキューティーショット、やってやるぜ。そこだ。助けよ。やった、よっ、マジカルキューティーショット。あれよ、てめえら撃ち殺せ。どんどん行くよ。助けよ。行くよ、ノー君。了解。一撃パンチ。食らいやがれ。この一撃で。いっちょ上がり。俺はビッグになる伝説の男だぜ。手こずらせやがって。それでオルトフェルデンの村の周りで悪さしてた族ってのはお前たちで会ってるのか？仕方なかったんだ。野菜を盗んだり罠の獲物を取ったりは。あいつらを。コーゲン将軍、今助けます。将軍をいじめるな！何？なんだかやりにくいな。だが、行商人を襲ったりは。高原将軍はそんなことしてないぞ！でも、オルトフェルデンの村の人たちはそう言っていたが。そいつは別の連中だろう。俺たちは帝国領そばで暮らしてたが、数ヶ月前に妙な連中に襲われて追い出されて、やっとここまでたどり着いたんだ。そういえばこいつら三人組だけど、ピンクでもフードでもない。フードってのは俺たちを襲ってきた奴らじゃないのか？コゲン将軍、フード嫌い。襲ってきた奴がフード。そうするとこいつらは悪い連中じゃ。いや、野菜泥棒とかはダメだが、食わすためのようだし。なあ、俺はどうなってもいいから、こいつらを助けてやってくれ。コゲン将軍、それなら俺が。コゲン将軍の代わりに俺が。それじゃあ。なるほど。厄介事を一つ片付けに行ってもらったら、厄介事を増やして帰ってきたのですね。だけど村を襲われて追い出されたって人がいて、このコゲン将軍ってのはその人たちのために野菜泥棒をしていただけで、それでその逃げてきた村の人たちに食料を分けてあげられないか。
ったく、おせっかいな。こんな話がお嬢様の耳に入ったら、何と言われるか。まずは、その古元将軍ですか。彼にはしばらく牢に入っておいてもらいます。お嬢様ってエルンサイドの村で会った人だよね。そんなに怖い人なの？いえ、ああ見えてお嬢様はこういう話に弱いんですよ。ちょっと涙目ですぐに何とかしろってどやされます。仕方ありません。その廃城には救援の隊を準備させておきます。そしてそこの将軍には野菜泥棒の取り調べを受けてもらいます。それでいいですね。あ、ありがとう。手間をかける。本当に手間ですよ。ノアの兄貴！え？感謝します、ノアの兄貴！あいつらをお願いします！本当にお願いします！大丈夫大丈夫、うちのノア君はとっても頼りになるから。リャンの姉子も！任せてくれ。ちょっとノア君！うわっ！なんだよ、リャン。なんだよじゃないよ。聞いたよ、故郷に帰るって。どういうこと？一緒に警備隊で名を上げるって誓ったでしょ。故郷に戻る？どういうことだ？だって聞いたよ、ガオーとユーミルがそんな話してたって。いや、そんな話は。ああ、リャンの早とちりだ、いつものな。うん？どういうこと？ああ、新しい任務だ。詳しい話はユーミルに聞いてくれ。ああ、来ましたか。ノアです。小隊長代理君、すでにガオーには相談したのですが、新たな任務です。君の故郷クシリ村というそうですね。先日のオルトフェルデンでの話と同様に、賊が現れたという話が届いています。これの調査をお願いします。おや、最近任務多いですな。うちのノア君の実力が分かってきたってことかな。故郷なら道もよく知っているでしょうから。まあそんなわけだ。お前も気になるだろうから一度戻ってみるのもいいだろう。そうだな、久しぶりにリーンの顔も見たいし。故郷の村とはいえ気を抜かないように。どうも最近嫌な報告が増えています。
帝国からの使者の件もありますし。ではパーティーのメンバーを決めるように。魔法少女の力見せてあげる。回復でしたら私にお任せください。俺参上。よし、それじゃあ行こうか。ノア。ああ、クシリ村は山を越えた先、このエルティスワイスから北西行ったところにその参道の入り口がある。少し前までは山崩れがあって通れないって聞いてたけど、そろそろ大丈夫じゃないかな。では行きましょう。それじゃ、ノアの故郷見物と行こうじゃないか。場所は、北西の参道の先だったな。よし、ノアの凱旋だ。ゴーゴー。どんな村なのかな、楽しみ。どういうことですか、シャペル将軍。我々帝国は今回の騒動にあなたが関わっているのではないかと疑っています、グリュム伯。国境付近での賊の出没はこちらにも報告は入っています。それを一方的な言い分よね。オルドリック公爵の考えかしら。公爵は今回の件に胸を痛めています。帝国の民を傷つけるのであれば許すわけにいかないと。ふん、白々しい。目的はルーンの遺跡、それとも連合侵攻の足がかりかしら。ノースファリアみたいに。そんな言いがかりを。国境近くの帝国領内でエルティスワイスの警備隊のメンバーを見たという者がいるんですよ。そのメンバーの引き渡しのために。それこそ言いがかりでしょう。そのために帝国軍を領内へ。これは実質的な侵攻じゃないの。いえ、ただの犯人の捜索ですよ、あくまでね。それが終われば軍は引き上げさせるとお約束します。ふーん、詐欺師でももう少しマシな顔をしてみせるわよ。故郷があるんだね。ああ、前にいた兵士さんもいないし、山崩れも通れるようになってるんだろう。行こうぜ。山も越えられたし、ここから西へ向かうとクシリ村だ。うん、任務はこの辺りでの賊の話の調査だが、まずはノアの村へ行かないとな。
み楽しみ。なるほどなるほど、もしやと思ってつけてきたが、こいつは好都合だ。この先にノアの村があるんだな。ああ、久々にリーンの顔も見られるよ。ねえねえノア君、君の話に時々出てくるリーンってのはもしかして恋人？違うよ、リーンは妹だよ。言わなかった？なんだ、つまんないの。なんか聞いちゃいけないのかなって感じも出してたじゃん。まあいいや、それじゃあ恋人としてご挨拶でも。リャンさん！ごめんごめん。でも本当に久しぶりだ。みんな元気にしてるかな。警備隊に参加するって村を出た日は村のみんなでお祝いしてくれたよ。おほほ、いい村で育ったんだな。ああ、とりあえず村へ行こう。リンを紹介するよ。おい、ノアじゃないか。おい、みんな、ノアが戻ったぞ。おお、よく帰ってきたな。どうだ、活躍してるか。まあ、あの親父さんの息子なんだ、大活躍だろ。いや、まだまだこれからだよ。いや、なんだか愛されてるね。ここが俺とリーンの家さ。ここがノアの家？あー、ここか。ノア？帰ってきたのかい、ノア。無事にやってるか心配してたよ。まあ、サオバさん、元気そうでよかったよ。今日は里帰りじゃなくて、一応任務で来たんだけどね。そうかい、そうかい。何でもいいよ。あんたが元気にしてるのが見られたらね。それだけで嬉しいからね。ありがとう、マーサおばさん。どうも、はじめまして。ノア君の、その、なんていうか特別な存在っていうか、その、リャンって言います。え？あらあら、都会に出たんだからそういうこともあるわよね。もう早く言いなさいよ、ノア。え？ちょっと、そういうんじゃないですよ。リャンは絶対にふざけてやってるだけで。もうそんなに照れなくっても、ノアったら。これはみんなに知らせないと。
はあ、後で誤解を解くのが大変そうだ。とにかくまずはリーンに。ただいまリーン。あれ、どうしたのノア、お留守？まあ、あんまり家の中でじっとしてるタイプじゃないけど、まさか。リン？やっぱりどこかへ出かけてるのかな。いや、また私はルーンに祝福されたラッキーガールとか言って。だ、誰だお前ら。なんだ。これは悪の予感？一体何が？行くぞ！なんだお前らは！警備隊の皆さんとお見受けする。ほう、俺たちのことを知ってのことか！てめえ何者だ。なんだか嫌な感じのやつ。まあ否定はしませんよ、警備隊の皆さん。おい、お前ら火をかけろ。な、何を。やめろ！そうもいかなくてな。愛と正義の魔法少女メロール、ただいま参上だよ。そこでおでんぬきた。これでどうだ。いっせえな。おれどれ。くそ、マジカルキューティーショット。そこだ。Thank you.
しろよ。せい、そこでおねんねして。あれどれ、マジカルクッキーシャンプー。おれすごい。増えた。引くぞノア。だけどこいつは俺の村に。それにもしかしてこいつらがリーンを。リーン、気持ちはわかるが状況が悪い。ここで倒れたらその子もどうするんだ。ふん、お前ら村の入り口は固めてるな。はい。これでいい。ヒュースバイン様、襲うのはこの村でよろしいのですか。真偽を調べられたら。うん、国境近くで騒ぎがあったって噂が流れさえすればいい。それが本当はどこだったかなんて言い合いをしてる間にことはもう終わっているさ。それにせっかく役なら尻尾持ちどもと仲良くするような連中の村の方がいいだろう。違うか。くそ、なんだあいつら、なんでこんなこと。とにかく一回逃げよう。あいつらただの盗賊じゃないよ。くそ、父さんの、それにリーン。もうしつこい。まだ来やがるか。逃がすかよ。さあ来い。はいはい、これで飛んでけ。うっ、くっそー。ふっ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 くっそー。どれ、うっ、あれあれ、くっそー。あたーあたー。なんだよ、まずいな。くらいやがれ。まずいぜ。しゃー、なんなんだよ。肩慣らしにもならんな。俺はビッグになる伝説の男だぜ。どうして。もう少しで村の外だ。みんなはもう逃げたか。よし、急ごう。もう少しだ、気張れよ。君たち、そっちはダメだ。誰だ。入り口側は罠さ、こっちの森へ。その制服、帝国の。話はあと、俺が誰かもあとだな。さあ早く。信用できるか。でも疑ってる暇もないかな。まあ、さっておしゃべりおばさんも助けたぜ。お、行こう。よかったノア。
みんな。リン、リンはいる。いないなら今すぐ戻って。慌てないで、ノア。リンは無事なはずよ。あ、でも姿が見えないけど。リンは1週間前に村を離れてたの。何でも森の親友と冒険のチャンスとか言って元気に出て行っちゃってたわよ。止めたけど、あの子のことだから。冒険のチャンス？はあ、でも無事なんだね。うん、私たちもそこのお兄さんと、あと金髪の子に助けてもらったし。え？なあ、俺はバレンタイン。まあ成り行きでね、助けることになったんだが、あともう一人ってのは。周囲は確認してきた。もう大丈夫だ。セイ！ノアなのかい？なんでここに？え？注意と知り合い？そうか、あの村がノアの。それで注意殿の方も賊の出没の調査で噂を確かめるためにここまで来ていたと。そうなります。グリューム博には許可をもらっていますが、なんだかその後に雲行きが怪しくなっていて。それでその賊ってのがさっきの奴らってことだね。よし、一緒にやっつけよう。いえ、もう引き上げてるはずです。あいつらの行動は早い。それに。それに？おかしいんだ。帝国内に流れている噂では、国境近くの帝国の村が襲われてるってなっている。え、どういうこと？連合も帝国も無差別に襲っているということか？随分と大胆な連中だな。それだけじゃない。それをやってるのはエルティスワイスの警備隊だって。はあ、ちょっと何よそれ。そんなの知らないよ。だった、俺が言ってるんじゃない、そういう噂さ。どうもね、妙な感じがするんだよね。うさんくささがプンプンってね。もう、どういうことなの？だから俺が言ってるんじゃないって。それじゃ俺たちはエルティスワイスに報告に戻るぜ。ああ、こっちも帝国に戻ることにする。今回の件はおかしな話が多すぎる。ノアも気をつけるのよ。体調にも気をつけて。お水は一回沸騰させてから飲むのよ。ありがとう、マーサおばさん。それにリーンのことお願いします。大丈夫、任せて。今度戻ってきたらちゃんとロープでぐるぐる巻きにして逃がさないようにしておくわ。それにあの村も立て直さないとね。連中が戻ってくる可能性は低いと思いますが、少し時間を見てから戻った方がいいですよ。まあ俺たちの村だし、ノアの親父さんのためにもあの村を捨てるなんてのはないわな。みんなお願いします。それじゃあ行こうか。セイとバレンタインさんも気をつけてね。なあ、そっちもな。
それじゃあ行きます。それじゃあ行くよ、セイ。また会えて嬉しかったよ。ノア。なんだい？嫌な予感がしているんだ。次に君と会うのは戦場になるかもしれない。でも君には目指すものがあるんだろ？なら、それを続ければいいんじゃないかな。おう。そして俺は、おせっかいを続けるだけだよ。それに、そんなことにはならないって、俺は思うよ。おう。それじゃあ、また会える時を楽しみにしてるよ。あれがノアか。しかし中尉殿の友人というからどういう相手かと思ったら。でもああいう相手の方が友人になれるのかもしれないですね。友人か。悪い予感は当たらないことを願っておきましょう。